広島市西区五日市町上川地にある公立小学校。広島市西部、西区五日市地区北部に位置する小学校。児童数は145名。1873年に誠社として創立。光のリデラを仮校舎とした。1875年には中郷、下川地の泥の各地区に仮校舎を設置し、 1879年に、これらの仮校舎を合併させた上で、上河内小学校と解消。1891年に、河内尋常小学校、1910年に高等科を、併設し河内尋常高等小学校と解消。1941年、国民学校令により、河内国民学校と解消し、戦後、1947年の学生改革により、 河内村立河内小学校となった。1955年に埼玉郡河内村が町村合併により五日市町となったことで五日市町立河内小学校と改称。1985年に五日市町が広島市に合併したことにより広島市立河内小学校と改称した。その後、団地の開発による児童の増加から、 1990年に広島市立富野気小学校を1994年に広島市立綾が岡小学校を分離している。休校式サイト。小学校、中学校の通学区域一覧、再学区学順、広島市2013年7月25日閲覧。ありがとうございます。